はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、ドラゴンクエストの方で遊んでいきたいと思います。おかえり、ただいま、ありがとう。自分、いや、思い出せないっていうか、そもそも知らない。あー、石畳を辿っていけば、あー、ほんと、ありがとう、教えてくれて。全然気づいてなかった。 OK、 了解です。そうそう、思った思った。びっくりするぐらいさ、祝福、エマちゃんも一緒に家に帰るの、なんで。いや、別に、あの、おのおの別の、一緒の家に住んでんの。そんなわけないよね。だって村長の孫、んちょっと待って、ちょっと待って、はしごの上がり方だいぶちょっとシュールだな。足が、手足が長いのかな。え、なんだろう、なんか、なんだろう、ちょっとおもろいな。なんでだろう、なんかすごいごめんだけど、ちょっと、なんかちょっと鼻で笑ってた。ごめん、なんかちょっと、おー、ツボパーティーじゃん。いいよ。素早さの種、OK、後で使うわ。銅の宝石。これ多分手に入るよな。あ、お金だ。わーい。絶対後で買い物行きてえな。なんか、変えたくない？なんかちょっと走り方、こんな走り方だった、主人公。まあいいや。とりあえず、使いたいな。素早さの種、素早さの種。あー、一番下だったわ。すごい、一個ずつ確認してたら、すごい一番下だった。はい、オッケー。素早さ上がった。他は、まあ、今ここでは使えないっぽいからね、行こうか。え、すげえ、めっちゃ景色いいけどな、これ、高所恐怖症の人めっちゃ怖いだろうな。あ、なんかこれ光ってる。あれ、取りに、危ない、間違った。ちょ、待って、この岩って探検できるの？え、マジ？え、ちょっと待って、今ちゃんどこ行った？マジで。え、そんな感じ？え、待って、どうしよう。落ちた。でも大丈夫。危な。心配になるわ、今の主人公。マジ？どここれ？あー、さっきの人だよね。あーね、そういう感じで、ね、なんか下、あれじゃん、ドラクエでよく武器屋のさ、店員してる人じゃん。おめでとう、ありがとう。あ、はい、お家帰ります。すいません。ちょっと、でも寄り道してきって習ってるんですいません。いや、別に寄り道してきは全然、ね、これ。子供たちで、子供たちでってなんだよ。子供たち、ええだわ。ひどいな、今。子供たちでって何の説明？ひどいな、今。ドア開きっぱなしだけど大丈夫？扉？あ、あー、馬小屋？そういうことか、びっくりした。全然、こんな開けっぱなしでいいの？と思ったら、まあ、そう、換気はね、大事だから。あー、びっくりした。何だったんだろう。え、馬喋りかけれんの？ワンちゃん乗れんのかな？無理か。ワンちゃん乗れたらなって思ったけど、全然関係なかった。え？この子が育ててんの？すごくない？マジ？こんなちっちゃい女の子がこんなでっけえお馬さん育ててんの？かっけえな、この子。すげえ、なんか、馬触ったことないからわかんないけど、これぐらいでかかったらちょっと怖くないか。正直、あ、びっくりした。おばあさんかと思った。おじいさんだったわ。ごめん。見間違いだった。シンプルにおばあさんかと思ってた。ごめん、おじいさん。ごめんなさい。見間違いでした。すいません。あるよね、そういう時も。確かになんかこの木、すごいね。なんかジャックと豆の木とかに出てきそう。なんかすごい天まで伸びそうじゃない？いや、知らんけど。イメージ的にね。すげえなぁ。噂されてんの？マジ？あ、そっち？いや、まぁ、エマちゃん可愛いからな。全然結婚してもいいけどな。ただな、戦ってほしいな、一緒に。バトルの時に関しては。いや、もうそれに関してすいません。そこだけ言わせてほしいな。え？オイラの馬が草、いや、別に食べさせてあげなよ。え？通れないの？ワンちゃん通れそう。いける。全然、すいません。あ、全然通れた、させん。全然普通に通れたんですけど、そんなことある？なんか通れない雰囲気醸し出してたじゃん。全然ゴンゴンいけたんですけど。いやいや、まず、いい、オッケー、了解です。え、なにこれ？どこに通じるの？開かないよな。まあ、そりゃそうだよな。なんか行けなさそうな雰囲気すごいもんな。あれ、なに？なんか秘密ありそうじゃない？めっちゃ気になるけどな。これはさすがに行けないか。そうだよな。ダメか。いや、あれ、なに？あれ、めっちゃ気にならない。おい、なんなんだろう。すごい気になる。あれ、来てえな。これ何？ああ、さすがに下は無理か。いや、さっきの扉めちゃめちゃ気になるな。カジノとか、なんか牢屋とか、なんかなんだろう。なんなんだろうね。すーごい気になる。ドラクエそう、カジノあるもんな。カジノけど、あんまりやらない人たまにいるよね。あんまりやらないかも、自分も。ストーリージュースで、なんかそっち行っちゃうかも。ああ、すごい遊んでんじゃん。ああ、よかったね。楽しそう。いや、しない。ごめん。家に帰らないといけないんだ。ごめんね。待ってるから、お母さんが。いや、でも、夏休みか。楽しそうだな。季節何？ってか、ここの。でもな、エマちゃん、半袖なんだよな。ちょいちょい長袖の人いるもんな。春とか秋とかなのかな。どうなんだろう。ガンガンにね、無理か。真夏だったら遊びたいけど、やっぱ暑いじゃん。
でそうなったら川の水ぬるくなっちゃうのかな。さすがにそんなわけないか。誰んちなんだろう。お邪魔しまーす。なんかください。あ、びっくりした。誰、うちの子。あー、はいはい、あのおかっぱの子のお母さんか。了解っす。なんかお礼になんか食えてもいいけどな、ワンちゃん。なんかないの。あ、なんかタルチックのやつあるよ。これだからあれじゃないの、壊すやつじゃないの。あ、違う、もろ、何製、何製なのこのタル。マジ違う、何にもしてない。違う、ちょっと足当たっただけ。これももしかして、あ、これはしっかりしてるな。こっちはゴリゴリしか、ありがとう。お立ちもらった。ありがとう。誰、君は誰、お父さんってこと。ありがとう。うん。なんか、仲間入りさす。ありがとう。ああ、君、そうだよね。ここのね、お家の子だったんだ。オッケー、了解です。これは何、上。ああ、はいはいはい。出入り口ね。ここは谷合いにある村。へえ、そうなんだ。ああ、だから、この村自体、そんなになんだろう、人気度がないから、魔物も来ないってことは、人も来ない代わりに魔物も来ないんだ。ああね。あ、この髪型の人、もうまたか。そうか、君が門番みたいなことなんだ。そうなんだ、これ全然あっちが行けねえじゃん。いや、まあ別にいいんだけど、行けなくても、ワンチャンなんか行けたらなっていう。あ、タルだ。何くれる、薬草 OK、あざす。あ、片方は何にもなかった。誰、村長さんに用あるの。おー。あ、ここじゃあ村長さんのお家なんだ。オッケー、了解。そりゃそうだよな、孫娘がな。よくわかんないとこ行ったら心配するよな。あ、やっぱ村の外魔物いるんだ。行きたくねえな、村の外に。いや、まあ、いずれ行かないと、そりゃストーリー進まないだろうけどさ。あ、村長、なんかご褒美くれないの。そう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 、みんな大人になれたよ。どうもありがとう。一緒になって今、あー、結婚しろってこと。すげえ、親公認なの。親ってか、おじいちゃん公認なの。そういつでも結婚できんじゃん。すげえ、なんか今、壊れた？ごめん。壊しちゃった。これ何？今日塗るご飯？なんだろう？鍋？お鍋かな？なんだろう？よくわかんねえ。なにこのかぼちゃん。え？え？そんなことある？え？かぼちゃ粉砕戦をそんな、え？主人公の脚力どうなってんの？どういうこと？ね、どっち？かぼちゃが、あ、ちょっと待って、宝箱欲しい。すいません。うわー、あの宝箱絶対取りに行こう。いや、もうなんか、いや、出た。もうなんか、シュールなんだよな、この登ってる映像が。なんでなんだろう。主人公、ちょっとね、このね、はしごを登るの全然似合わないんだよな。これ、なんかあんのかな？この剣欲しいな。もらえないのかな？なんか、成人した祝いにみたいな感じでさ、ワンチャン全然もらうけどな。全然もらえなさそう。ダメ？なんかすごい、取れそうなんだけどな、全体的に。すいません。いいんだよ、別にこう、机の上登って取ってもいいんだよ。まあ、人んちだから。なんかさ、ここさ、一個だけさ、壁色違くない？なんかボタンとかあんのかな？とりあえず帰るか。うおー、飛び降り出たんだ。オッケー、旅館。宝箱とりあえず取りに行こうよ。欲しい。宝箱。え？なになに？うん。あとごめん。しれっとたら壊しちゃった。ダンのダジャレの音。いや、いい。別にダジャレ好きじゃない。いや、いい。いや、すごい。いや、だいぶ痛かったじゃないんだよ。いい。そんなに？そんなに、ダジャレ降ってくる。よかったね。おめでとう。いや、でも、いや、いい。だいぶ。いや、もう、エマちゃんもびっくりするわ。いい。やめてあげて。ぜひやめてあげて。いや、もう、求めてないと思うな、多分。いや、でもな、孫との会話の糸口になるんだったら、あれなのかな。いや、でもな、どうなんだろう。ダジャレ好きな人だった。おー、もしかしてこれ？なんか、塔の上から見えてたやつ。あれ、こんなとこにあったっけ？全然覚えてねえな。まあでもいいや。とりあえず、あ、宝箱あった。これじゃないの？見えてたやつ。よかったー。いや、なんか屋根の上にちょっと夢中すぎてちょっと忘れてた一瞬。ヒノキの棒。あー、オッケー。駆け出しコレクター。あ、そうだね。結構ね、ちょいちょい持ってるから。ヒノキの棒、弱えじゃねえか。すげえ弱えじゃねえか。いらん。あと実はさ、最初から、なんていう、一番最初の配信の時から変わってたことがあります。わかるかな？さっきのレーマーもほぼ答え出てたんだけど、実はね、これ変わってる場所があるんだよな、この主人公に関してね。これ何が変わってるかっていうと、最初、剣とお鍋の蓋だったんだけど、途中で、このなんか大きい剣に変えた。あ、何これ、教会？教会はな、セーブできる場所だから後で行きたいな。ちょっといろいろ漁って、なんか旅出る前とかに、お、大間さんだ。どうしたんだろう。迷子なのかな。ワンちゃんなんか連れてってあげた方がいいような気がするけど。うん、全然違うね。マジ、大間さん乗れないな。馬乗っていきたいな。だって普通に歩くより圧倒的に速いもんね。
いいなぁ、すげぇなぁ。何にもないな、急に。え、何これ。びっくりした。あ、馬小屋ね、戻ってきたのか、めちゃめちゃびっくりした。なんか急にそびえ立つじゃんと思ってたら全然違かった、ごめん。何屋さん？あ、看板読めない系ね。これは上登れる系？登れんのか？でもワンチャンいけそうじゃない？無理か。すごい、いけそうな雰囲気すごいのにな。全然、絶妙に無理だな。あー、見えてるね、中。全体的に、どのお家もスケスケだよね。すごい見えるんだよな、中。いや、もう別にいいんだけど。あ、ただいま、ありがとう。てか、何屋さん？ここは。あー、そうそうそう、儀式終わった。あざす。ありがとう。いや、すいません。何屋さんなの？結局。でもやっぱ今は無理なのかな？やっぱ家に帰れってことなのかな？でもな、寄り道して、なんか、そしたらいっぱいアイテム手に入るかもよってなら、え？これいけない、そんなことある、絶対いけるだろう。待て、何このパイナップルみたいな。びっくりした、なんだあれ。そんなことある、あっと、あ、ごめんなさい、エマちゃん。ごめん。そう、意地悪したみたいになっちゃったから、ごめんなさい。こっち側は、な、いいか、あ、うわ、たたるいてる？あ、いいね。何もらえるんだろう。お、お金だ、あざーす。お小遣いなんかもらってるみたいな気持ちになってきちゃう、だんだん。もう、あと自分家に帰るしかないのかな。これだと買い物できないもんな。てか左側見てなかったけど、でかこの樽すげえな。何が入ってるんだ、でか。裏側いけないか、さすがに。やっぱお家に帰るしかないのかな。てか待って、村のさ、構造わかってないからさ、どこ行ってどこ行ってないかわかんない。あ、喋りかけてなかったか。どこ？だってその奥聞いたことないな。あーでもすごいね。めちゃめちゃ人がいっぱいいるんだ。お店も品揃えバッチリって書いてる。そうなったらな、やっぱり、なんか装備品とか欲しいよな。祖父テオは釣りに行ってきた。あーあれだ、主人公のこと拾ってくれたなんかどんぐりの頭みたいな帽子かぶってるおじいさんか。あの、ちょっと、ふっくらした。はいはいはい。あのおじいさんテオって名前だったんだ。オッケー了解です。え？こんな人いた？教会、そう、教会でね、やっぱお祈り、どうしよう、なんかせっかくだからしていこうか。我ら医師の民、日々の出来事を忘れるため、教会でこまめに、そうだよね。ちなみにセーブのことです。いや、大事だよな、セーブするの。扉めっちゃ重くない？そんなことある？マジ？お前さんが無事だったのも、神の、あー、それはね、大事なことだと思う。ありがとうございます。はい、祈っていきたいと思います。他は、何にもない感じだね。じゃあ、お祈りして、頑張って、家に帰ろう。全然家に帰らないんだよな。いやでも、寄り道しろって習ってるからしょうがない。これに関しては、もしかしたらまだ出会ってないアイテムがあるかもしれない。ということでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。